ジーバック軍はアメリカ合衆国サウスダコタ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2801人であり、2000年の2519人から11.2%増加した。軍庁所在地はデュプリー市であり、同軍で人口最大の町はイーグルビュート市、 人口1318人であるが、同市は隣接する、デューイ軍の中に一部が入っている。G バック軍の人口一人当たり収入7463米ドルは、アメリカ合衆国の軍の中で4番目に少ないものとなっている。しかし別の調査では、最貧の軍になっている。G バック軍は1911年に創設され、軍名は、 ザコタ順州時代の1861年から1889年に著名な政治家だったフランク・エム・ジー・バックにちなんで名付けられた。元は罠漁師が使う地域であり、1907年にはユタ州やワイオミング州から移住させられたユト族インディアンの居留地だったこともあった。20世紀の初期にかなりの数の牛が飼育されたが、鉄道がこの地域を通らなかったので、 牧畜業も衰退した。肥沃な土地では限られた量ではあるが、農場も作られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1971平方マイルであり、このうち陸地は1962平方マイル、水域は9平方マイルで、水域率は0.44%である。軍領域の大半は、シャイアン川、インディアン居留地の中に入っている。 北側郡境に沿ってある残りの領域は、スタンディングロックインディアン居留地の中に入っている。全領域がインディアン居留地の中に入っていることでは、サウスダコタ州に五軍あるうちの一つである。サンダービュートジーバック軍は、グレートプレーンズに属しており、うねりのある草原と多くのビュートが特徴である。ビュートが、軍内の標高が高い地点を構成しており、それらの座標と頂上の標高は、 以下のリストの通りである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。G-WAC 群は、デュープリー、ノース G-WAC、サウス G-WAC の3つの未編入領域に分けられている。ありがとうございます。